まず中段へと脇本、舞を切るのが5番中川誠一郎、大塚健一郎、両名が舞を切ります。上から叩きます。天田祐希が積極掛けを取るんでしょうか。中段は中川が切り替えまして、渡辺が6番手、4番手上から脇本村上の近畿の谷は並走し5番手外に上げています。残り1週間打賞。まずはゆっくりと抑え先行は天田祐希が取ります。番手は武田豊樹と神山雄一郎、関東トリオ上から叩きます。脇本裕太、村上弘之、近畿勢が叩きまして、中川誠一郎、大塚健一郎、ローセンジャー中段、さあ合わせる1番武田、そして後方から1戦は渡辺和成がホームからまくって4番佐藤智和が遅れました。さあ一気にまくりました。勝ち番渡辺和成、追ったのが4番の佐藤智和、インコースは武田豊樹は3番で切り替え、神山雄一郎4番手5番手上、中川誠一郎、大塚健一郎は中をつきますが直線、短期まくったのが渡辺和成、食い下がった佐藤智和、武田豊樹、ボールはこの3名です。さあ深谷智弘が一旦眉を叩きまして、さらに抑えました新田雄大です。今度は切り込んだ平原幸太が北に今度分断を借ります。さあ平原幸太が分断を借りました。7番村上義弘を作っていきまして、現在4番で金、深谷智弘、井上の竹は後方を下げました。抑えて流した、今度はかましていきました。深谷智弘がかましまして4番井上の竹が切り替えマークです。さあ新田雄大、油断があったとか、叩きました平原幸太が決勝戦ですがかけました。スーパーピロシットレーサー賞、深谷智弘先行、残り400、番手は井上正樹、そして新田雄大は3番手、切り替えた関東が平原幸太と武田小雪、3番手からまくる、新田雄大が3番手からまくった。さあ深谷と井上は3番手からまくる、新田雄大切り替えマークは9番の平原、さあ深谷の先行かかった、深谷の先行かかっている、後ろ4番の井上、さあ井上が刺すんでしょうか。中をついた1番武田、外から9番平原、1番武田が外を強襲、武田と小雪、井上正樹、両名です。残り2周のホームを通過、竹田がちょっと突っ張るような感じ、外を石井、竹田が突っ張ってくるか。石井は現在2番手付近。さあ竹田が前毛からそのまま先行勝負に持ち込もうというんでしょうか。諸橋兵道と関東勢、石井は下げて現在山田と中段並走です。中段が並走、さあ4コーナーから直線、山田1番の武田が逃げる、そして諸橋が2番手、3番手兵道と関東3人が逃げる展開。中段ちょっともつれて4番の香川が切り替えて、外2番の山田がアウト並走からまくれるかどうか。3番の石井は後方、さあ武田が逃げる、2番手に諸橋、まくり迫って山田、4コーナー直線コース、さあ武田が逃げる、武田逃げる、諸橋が詰めてくる、武田が押し切って2着は4番香川か、あるいは7番の諸橋か。4コーナー直線残り2周です。村上が前受けに変わった、3番手で五十嵐、1枚下げて原田は4番手、五十嵐が前に行く、さらに原田、村上が突っ張るような形から、しかし原田が抑えていくか。武田は後方だ。さあ打賞で原田、香川と四国の2人、五十嵐が2番手で粘るのか、3番手が、さあ村上が一気にかましていく、かまし先行を見せたのは村上、マークは稲川、この後ろに乗っている武田、武田は3番手をキープ、諸橋後方からは7番の山崎、さあ3番手から武田がまくっていく、武田のまくり、逃げる村上、並んできた並んできた、インコース村上、アウトコース武田と、もがき合って最終コーナー、武田がまくり切った、武田がまくり切って、後ろは9番の稲川か、2連勝です。中川が動いて残り2周、小野と上がって九州の2社、
ちょっとジョーのアウトで止まるような形で牽制を見せる中川。ジョーがインコース前で受けている石井、中川が中段、さらに前をかかって打掌で抑えたのは中川。2番手に小野、さあジョーが駆け上がってくるか。しかし中川がここは突っ張っていくのか。中段付近ちょっともつれて、さあ中川逃げる。ジョーが上がったがちょっと武田との連携が切れた。ジョーが単独で上がった。中川がバント収まった。その後ろに小野、さらには7番の石井、石井の後ろで武田、五十嵐がインコース。さあジョーが逃げる。2番手中川、3番手石井、落車があった。4コーナーから直線、ジョー先頭だ。中川が伸びてくる。武田も待ってきたが、中川かあるいは石井か武田か。さあ人気は武田と新田、分け合う形となっています。中段後ろを振り返って3番の平原浩太、7番手から2番の新田雄大が上がっていきました。打掌の周回に入ってまずは前を抑えて北の3名です。8番の天田は現在は4番手のうち、アウトは4番の石井修司。さあそしてここで関東勢が行きました。前のペースが上がらないうちに3番の平原がまず前を抑えます。2番の新田無理はしません。ここは送り出しての4番手なんですが、石井が上がっていきました。さあ石井が上がっていって4番手内で2番の新田と絡む形となっている。そして山崎は少し連携が切れたか。後ろから8番の今度は天田がまくっていって3番手、ここは7番の神山が張っていく。2番手早くも車間を切っているのは1番の武田豊樹。後ろから6番の菊池継承が自力でまくってくる。菊池のまくりは4番手から3番手。さあ2番手余力十分か、1番の武田。4コーナーから直線コース、先頭は3番の平原、後ろから1番武田豊樹だ。中段から近畿勢が前に踏んで8番の新田が続いていきます。車を下げた平原は4番手のうち、そのアウトコースは4番の深谷。さあ中部勢と関東勢が同時に上昇開始。前では近畿勢、2番の村上もペース上げていく。打掌の周回に入って関東勢は7番手に車を下げました。中部勢がまずは主導権を握って2番の村上は4番手、8番の新田は6番手、7番平原は7番手で鐘を聞いています。体型は縦一列、ペース少し落としたのは4番の深谷。後方から関東勢合わせて深谷もペースを上げていきました。レースは残り400を切って1コーナーから2コーナーに向かうところ。さあ6番の金子隆が強烈なブロック、7番の平原を張っていく。最後方からは今度は8番の新田雄大だ。さあ短期新田が飛んできて1番の武田も切り替えて縦に踏んでいく。さあ力の応酬、ここで8番の新田がねじ伏せました。4コーナーから直線コース、人気を集めた新田雄大強い。ここでまずは中部勢が前を抑えに行きます。1番の武田は早めに車を下げました。3番手その外側まで今度は2番の中川誠一郎、近畿勢は依然として後方の7番手です。打掌の周回に入って今度は2番の中川が先頭に変わる。さあそして5番手から1番の武田、後ろからは3番の脇本、この両者が踏み込んでいきまして鐘を迎えます。さあまずはここで3番の脇本が先行体制、逃げ体制に入りました。追走は7番の村上、そして8番の伊藤康美、1番の武田はどうだ。武田は現在5番手に収まっていくか、そしてそこから縦に踏んでいけるか。絡まれている4番の園田が絡んでいく。1番武田厳しくなったか、逃げるのは3番の脇本、4番車落車店長。2番手は7番の村上、車間を切っている。それでもなお武田が力で飛んできた。4コーナーから直線コース、先頭は3番の脇本、満点から追い込んで7番の村上だ。
人気は近畿勢の突き抜け目、7番の稲垣博之に集まりました。さあレースが動いていく。まずはその近畿勢ペースを上げて、5番の平原はどうするか。平原は近畿勢を生かせました。打鐘の周回の2コーナーからバックストレッチは縦1本です。8番の脇本がかけて、7番の稲垣は無風で回っています。ライン3番手に2番の村上義弘。さあ後ろからの仕掛けがほとんどないぞ。先頭は8番の脇本で、レース残り400を切りました。3番の家康が上がっていって、関東ラインの3番手をさばいていきました。逃げていく8番の脇本、ユダ番手から7番の稲垣が出ていくか。2番の村上と、さあそして1番の武田豊樹、武田が自力で飛んでまいりました。その後ろは4番の佐藤慎太郎、内は2番の村上義弘。4コーナーから直線コース、7番稲垣悲願なるか。外から襲いかかって1番武田だ。4コーナーから直線に入っていきます。まもなく残りは2周を切るところ。初手の位置取りは前取り合戦だったんですけれども、後ろ攻めから6番の中川が動いてきました。4番の新田を抑えていきまして、6番の中川、3番の岩津が続き、これに2番の村上義弘、さらには5番の村上博之が続いていきます。鐘を迎えるところで6番中川が前に出る。今度は2番の村上義弘が今度は切っていき、1番の武田も3番手の外までやってきました。6番の中川は下げていく、そして前行きから引いて4番の新田がちょっと勢いをつけたんですけれども、これは現在6番手の外あたり、残りは1周です。前は2番村上義弘の先行、3番手を取ったのは1番の武田豊樹。最後の2コーナーからバックに入って、その1番の武田がまくりを放っていきます。5番村上博之は止めに行ったんですけれども、乗り越えました1番の武田。9番の神山が続いていきまして、3番手7番の浅井が続く、その後ろからは4番の新田。4コーナーから最後の直線、外からどうだ、7番の浅井が伸びてきました。内側1番の武田、4番の新田も最後は外強襲だったんですけれども、理事長杯12レース。前を抑えていきます。武田が前に出ます。そして9番深谷が引く、残りは2周。そして6番の脇本がその1番武田を抑えていきまして、前へと出ました。2対2対2対3の形、2番の新田は現在5番手、そして9番の深谷は7番手で鐘を迎えていきます。一旦ペースを上げましたのは6番の脇本、今日もまた3番手を取っています1番の武田、そして5番手2番の新田、昨日よりは前にいるような感じ。4コーナーからは9番深谷の巻き返し、さあ深谷が一気にダッシュをつけていく、残りは1周です。これに対して1番の武田が合わせにかかっていますが、並んだところまでやってきました。9番深谷のまくり、最後のバックスレッチに入っていきまして、逃げる6番脇本の横まで接近中。9番深谷1周かけていくんでしょうか。しかし6番の脇本も踏ん張る。4コーナーから最後の直線、脇本踏ん張る踏ん張る、その後ろから81番の大塚の追い込みに並んでいます。1番外伸びたのは2番の新田。ローズカップの12レースです。菊池も昨年に続く弥彦新の杯決勝を目指していきます。さあ北日本勢上がっていきます。残りは2周です。6番高橋が上がっていく、中段まで来た6番の高橋、2番中川の横、これに9番の三谷も乗っていく。1センターから2コーナーで前受け1番武田を抑え込んだ6番の高橋、そのまま誘導を外していきます。そして9番の三谷も3番手の外までやってきて、1番武田を決めにかかっていますが、武田も抵抗する、ちょっと内が空いたけれども、ここはまだ3番手もみ合っています。武田と三谷でやり合う、後ろからはドカンと黒い勝負服もやってきた。残りは1周、3番手取り切ったのは9番の三谷ですけれども、先行は6番の高橋。さあ9番の三谷が2番中川のまくりに合わせようとしている。そして7番金子が
短期でやってきました。一気に一段を飲み込んでいこうというのは7番の金子隆、4コーナーから最後の直線、その後ろはどうだ、8番の菊池、ああ落車もあった、8番の菊池、1番の武田、この両者の2着争い、勝ったのは金子。そして誘導が退避して直線、2番の脇本が後ろ攻めから前を抑えていきまして、1番の武田がどうでしょうか、2番脇本の後ろ、5番の金子をさばきに行きます。しかしもう一度1番の武田が前に踏みますが、これ2番の脇本が反応、武田が番手戦、ここは5番の金子を4番手に一旦引いています。対しまして北の4人は6番手以降で金を迎えていきます。脇本の先行なんですけれども、背後に武田、その後ろ7番の神山、直線戻ってきまして、まだ9番の新田は6番手の位置、残りは1周回です。2番脇本が逃げています。2番手1番の武田、3番手7番の神山、その後ろに5番の金子、4番手、ようやく6番手から9番新田雄大がまくりを放っていきますが、これに5番の金子が合わせていく。2番手からも1番の武田が前に踏んでいきますけれども、4コーナーから最後の直線、2番の脇本粘る、真ん中ついでは7番神山、1番の武田と行きます、8番の園田が突っ込んだ、ガッツポーズは園田匠、その神奈川勢の後ろから今度は8番の松川隆弘、誘導の後ろ9番の松坂陽平から今度は8番の松川隆弘が抑えに行きました。その後ろに3番の柴崎敦史、3番の柴崎がさらにこの8番の松川を抑え切りました。3番の柴崎ジャンで抑えています。この時武田斗希は6番手、9番の松坂陽平が後方の8番手になっています。ジャンで抑えた3番の柴崎敦史がこのままどうやら先行です。3番手に8番の松川貴弘、1番武田斗希は6番手で最終周回、9番の松坂陽平8番手、1コーナー6番手からまくっていきます。1番の武田斗希、武田まくっていきますが、ちょっと7番の橋本にも絡まれている。バック3番手からは8番の松川まくっていきます。武田はちょっと苦しくなりました。3コーナーカーブ、先行は3番の柴崎敦史、マーク6番の伊藤健二、まくってくる8番の松川ですが伸びはないか。4コーナーから直線です。先頭は3番の柴崎、3番柴崎中回って7番の橋本剛、6番の伊藤健二、外目には2番の新井貴弘。関東の3人、そして6番の北野義晴ですが、3番手の内目、3番の坂本はこの様子を見ています。後方の7番手、内々潜り込んでいく6番の北野が2番手に絡んでいます。先頭7番の土山里、番手が1番の武田ながら、この武田の位置インコースに6番の北野が絡んでいる。3番の坂本隆は後方7番手、2、3番手並走の状況を続いています。5番の関隆之はちょっと2番の佐々木に阻まれた最終周回です。先行7番の土屋、番手は1番の武田がもちろんキープ、3番手は2番の佐々木がさばいています。その後ろは8番の近藤誠二がマーク、3番坂本隆は後方6番手、2コーナーからまくってきました。先行土屋、番手1番の武田豊樹、バック番手まくりを放っていきました。番手から出ました1番の武田豊樹、その後ろ3番の坂本まくっていきますが、現在は2番手アウトコース、4コーナーから直線です。先頭は1番の武田豊樹、武田先頭だ、その後ろはどうか、3番の坂本か、あとは4番の大森に、内には9番の竹内。前は千葉コンビ、8番の山中秀武、4番近藤隆二、その後ろに1番の武田、その武田に並んできた5番の野田源一が前段の位置まで上がっていきました。九州の2人が今度は先頭2番手に変わって、武田が切り替えて3番手、8番の山中車を引いて今度は武田がジャンで抑えています。
1番の武田、これで後続の出方を待っているか。8番の山中秀武踏み込んで、8番の山中、4番の近藤隆二、この2人がジャンの4コーナー一気に叩き切りました。1番の武田斗域はこれで3番手か、あるいは2番手か。今度はかましてくる2番の中村和正、3番の柏野はちょっと遅れています。最終周回 1,2 コーナーカーブです。1番の武田はちょっと打ちかぶっている状況で、2コーナー前段2番の中村まくり切りました。武田斗域抜け出せるかどうか。現在2番手には8番山中、4番の近藤が縦に踏み込んでくる、あるいは6番の伊藤勇樹も縦に踏み込んでくるかどうか。1番の武田は中段揉まれている。4コーナーから直線です。先頭2番の中村和正、後ろから4番の近藤隆二が追い込んでいます。4番の近藤、3番の柏戸、その後どうでしょうか。後方から6番の和田町かより、こちらも動きは目立っています。6番の和田町かより、残りは2周回を切りました。挑戦者の和田町かよりが赤番で抑えました。マークは5番の橋本剛。展開が速くなっていきまして、9番の山中秀武が武田のアウトコースを抑える格好になっています。武田が3番手インコースを切り抜けることができるかどうか。2番の新井貴弘は後方内目です。外並走9番の山中秀武、ここはインコース、1番の武田が貫禄でさばききるのか。最終周回と向かっていきます。先行窓場、そしてホーム3番手からもう踏み込んでいます。1番の武田斗域、ぴったりマークは7番の牛山貴弘。2コーナーでどうやら武田斗域がまくり切ります。追走は7番の牛山ながら、ここに絡んでくるのは5番の橋本剛。橋本と7番の牛山が2番手並走です。その後ろには2番の新井貴弘が4番手、マーク8番の松本大地。2センターから4コーナーカーブへと向かっていく。2コーナーまくり切った。1番の武田斗域直線コース、1番武田、番手から7番の牛山並んできました。牛山捉えたのかどうか。外目には2番の新井貴弘。後ろは7番の村上義弘。京都勢まず動いてきましたが、残り2周回、さあ前段どうでしょう。2番の浅井、並んでくる1番武田豊樹、4番の稲垣も来ています。一旦引いて3番の新田雄大ですが、まもなく打賞前変わって京都勢、4番稲垣博之がここは主導権を取っていくのか。後ろから3番新田雄大を巻き返してきていますが、荒野1番の武田が回っている。最終周回、さあここは3番新田雄大一気に来て、4番稲垣をかわしていくか。最終1コーナー先頭を変わって3番新田雄大、これ懸命に来ば山崎が追っていくんですが、離れている。2番手が離れて、先頭は3番の新田雄大、後ろからは2番の浅井康太、1番の武田斗域がまくってきていますが、最終3コーナー、さあ激戦です。前は3番の新田雄大先頭、突っ込んでくる1番武田、2番の浅井、6番の近藤、直線前からで中部勢か。2番の浅井康太先頭、浅井先頭1着でゴール、6番の近藤辰徳、ゴールは中部勢。さあ一気にかましていく。今残り2周切ってもう早くもかましていっています千葉勢です。打賞前の先行でもう早めに動いていった千葉勢は、6番の鈴木博士と8番の小沼勢氏、今打賞です。さあ赤番先行になっています6番の鈴木博士。さあその番手生かせるか。8番の小沼勢氏、これから最終周回に入っていきます。後一一走が愛知勢、7番の金子隆と2番の近藤辰則、今1番の武田斗域は中段の位置ですが、まくっていくのは4番の原田健太郎、原田まくっていく。さあ番手まくりは8番の小野正義、小野が先頭、そしてまくっていくのは4番の原田健太郎。最終3コーナー原田がまくって乗っていくのは1番の武田斗域、7番の金子も食い下がって落車も乗せた、落車待って乗せましたが、4番の原田先頭だ。追っていくのは8番車小野正義、先頭は4番の原田健太郎が合理、その後は8番小野正義、2番の近藤辰則。
前に出ていく3番の井上雅樹、そして1番武田が現在3番であたりから踏み込んでくる、さらに後方から8番の根田が一気に踏み込んだ、打賞を迎えて8番の根田が先手を取っていく、1番武田豊樹は現在中段4番手、3番井上後方6番手、9番坂田が後方8番手になってレースは最終周回に入っていきます。8番の根田が勝券、難関勢が勝券を奪った、1番武田は中段からまくっていく、1センターの側に勝った、一気に3番手から2番手まで1番武田がまくるが、それを牽制する2番の渡辺春人も、さあ第3コーナーの側に向かって先頭は依然として8番根田が、4番手は2番渡辺春人も、1番4番3番手並走状態から9番姿がまくり追い込んでくる、4コーナーが直線コース、8番根田が4番手から2番渡辺春人も2着は大混戦。さて9番鈴木のびいきは現在後方7番手、前で構える3番津村幸次郎、さてこのまま3番津村が主導権を握っていくのか、8番小関が中段4番手、9番鈴木は後方7番手打賞を迎えていきます。後方から9番鈴木のびいきスパートして中段まで上昇、4コーナーの鏡があった、3番津村が依然として前で構える形、9番鈴木が2番手まで追い上げるような形か、レースは最終周回に入っていく、9番の鈴木のびいきが強引に主導権を取っていく、しかし3番の津村も2番手で粘る形になった、バックストレッチ入っていく、3番の津村幸次郎、9番鈴木のびいきもがき合う展開、1番の武田は現在3番でその後方2番桑原大志が続いている、1番武田豊樹自力でまくり追い込んできた、直線コース1番武田豊樹が1着、ゴールは1番2番7番の体勢か。早くも誘導員をかわして先行体制は4番相川英吾、後方を牽制している、3番山崎が中段を取って4番手、7番の原田健太郎が6番手、そして8番中井は後方8番手、打賞を迎えていきます。4番相川英吾が主導権を取っていく、3番山崎が中段4番手をキープする、後方6番手が7番の原田健太郎、8番中井は後方8番手で最終周回に入っていく、さあ逃げる4番相川英吾、このまま東の連が主導権を奪っていくのか、3番山崎は依然として中段4番手、7番原田は後方の6番手、一本棒の体勢からないバックストレッチ入っていく、さあまぐりが先頭だった、中段から3番山崎がまぐっていく、後方からは7番原田がまぐっていく、さあ番手まぐり放ったのは1番武田豊樹、そして3番山崎が迫ってきた、直線コースに帰って3番山崎義人が抜け出した、3番山崎。打賞の周回へと入っていきます。依然として前で構えるのは1番だから、インを救ってきたのは9番山崎義人、さあ9番山崎が現在誘導員の後方に代わって、後方から2番の竹内がスパートする、一気にスパートした2番竹内うさく、合わせるように9番山崎が踏んでいく、さあ打賞を迎えて2番の竹内うさくが先行体制、そして9番山崎が3番手、1番竹田が現在5番手となってレースは最終周回に入っていきます。5番浅井は後方8番手、逃げる2番竹重作、地元勢が主導権を握った、9番山崎は3番手を取っている、1番竹田は依然として5番手、5番手から1番竹田がまくって、後方からは5番浅井がまくっていた、力勝負、中段からは9番山崎がまくって、ここ待ちから勝負、誰が制するか、現在2番手まで9番の山崎がまくっている、2番竹内粘っている、直線コースに帰って誰が抜け出すか、9番山崎義人。
マークは3番の浅井、赤番から早くもペースを上げようという構えか。深谷の逃げには浅井がマーク、中段に入って7番の平原、1番の武田、そして9番の神山、2番村上6番手、6番新田は8番手、先行勝負。4番深谷、さあ先行を見せる深谷にマークは3番の浅井、後方からまくってくる6番の新田、新田のまくりを突っ張り切るか。4番深谷の逃げ、牽制する3番の浅井、外から6番、7番平原が中段から発進していくか。番手発進3番の浅井浩太、浅井が番手から踏み込んでいき7番、内8番稲川が突っ込んでくる。先頭3番の浅井、踏み直して7番の平原、3番浅井が振り切って7番の平原。結局関東勢は6番手まで下げました。赤番から主導権7番の稲垣の逃げ、マーク3番の稲川、そして2番の浅井も、1番武田が巻き返してくる。さあ巻き返していった1番武田、ジャンからもう一度激しくもがき合う、武田対7番稲垣、もがき合いは近畿勢が突っ張った。1番武田は苦しい展開で、2番の浅井と少し中段もつれ、平原が発進していく。平原がもつれを踏み込んでいき、8位落車、武田が落車です。9番の平原まくっていき、6番の大橋、さらには4番中川誠一郎が自力に転じた。外4番中川がまくってくる、逃げる平原を、外まくった中川誠一郎、中川まくって8番トップへ。まずは7番の原田が前で待ち、一旦平原は3番手、ペースが緩んで原田のマイペースの踏み込み、マークは9番の大塚、しかし後方から一気に8番竹内が巻き返した。ジャンから主導権を取りに来る8番竹内優作、3日間先行勝負で2番の稲川その番手、中段に入って7番の原田で5番手から関東勢、先行勝負は8番竹内の逃げにマークは2番の稲川、関東勢まくりを積むんですが、7番の原田がそれをブロックしていく。そして後方からは3番の山崎が外踏み上がってきた、しかし逃げる竹内優作、番手2番の稲川、さあ逃走劇は8番竹内に、番手から稲川翔、逃げる竹内逃げ切った。2番稲川、9番大塚、先行勝負です。6番鈴木の逃げ、番手1番の武田、そして5番の諸橋、関東勢が主導権で7番の浅井は中段の位置、8番の野田が後方で、2番の渡辺は8番手、さあ逃げる6番の鈴木、どこから武田が仕掛けていくのか。別線浅井のまくりを引き連れて、まくりを狙おうという武田ですが、まだまだ逃げる6番の鈴木、中段から2コーナーから発進7番の浅井浩太、それに合わせて1番の武田、さあ番手まくり1番の武田、浅井が本となって5番、そして1コース4番橋本が内を滑っていった、一気に内を突き抜けた、橋本剛が抜け出して1番武田、外は5番の諸橋。北の鳥を森沢、大月、矢部3名が7番手からゆっくりと持ち上げます。残り1周半の出しを迎えます。それを見ました中段から平原浩太が一旦前を切ります。外から抑えました森沢太が抑えます。中段4番水が下げまして、9番平原の方は4番手外フェーズ上げています。まずは抑えて流したのが3番森沢太となります。大月と阿部の宮城の2人がつけます。さあペースはスローダウン、中段は9番の平原が4番手下げた、水が7番手下げています。緩んだところホームから仕掛けました平原浩太が叩きますが、さあそれに合わせて3番の森沢がかけます。森沢がかけるが外から叩く、平原浩太が叩きました。最終2コーナー出たのが関東の谷、人気を分け合った平原浩太には武田と行き、後ろ3番森沢たちが切り替えまく、後方まくり一発は土井優と林の音、両選手がまくりをそれを止める。さあ武田が飛びで3番手作った、3番の森沢作っていた平原浩太、後ろ離れて武田と行き、その後ろからは2番の林の音、平原浩太、武田と行き、その後ろ3名並んでいます。
人気を分け合った平原武田、勝ったのが9番平原、そして武田は2着通過でしょうか。3着争いは3名横並びとなっています。車間を切ってまくった4番の追を止めた1番武田も救ったのが3番の森沢、ややもつれまして9番の平原浩太のまくり解消、そして武田が追走2着でしょうか。3着争いは3名が横に並んでいます。3着争いは2番3番5番8番、この4名が接戦模様となっています。前は地元両名は中川誠一郎、松岡、中段からは平原浩太、後方から小松崎太一、さあラインが共に上げます。まずは一旦外から抑える小松崎太一、中段やはり平原浩太が取って下げた中川誠一郎、7番手下げています。さあ中川がかますかどうか、中段は平原武田の関東2トップ、今日もかけそうな小松崎太一、残り 500m、 北の2名が先行を取ります。中段は関東2トップ平原武田が4、5番手、そして後方中川松岡、地元の2人7、8番手まくり勝負。最終2コーナーからく小松崎太一が今日も風を切りました。番手は斉藤としとぶ、3番手は林と音、4番手2コーナーからまくる平原浩太、武田豊樹の本線がまくって、渡辺春人もその後ろから三角まくったのが3番の中川誠一郎、6番松岡、両名が届くかどうか。4コーナーまくった平原浩太、追走1番の武田豊樹、外の方から3番中川誠一郎、抜いたか、中川誠一郎、武田豊樹並んでいます。三角まくり中川誠一郎届いたかどうか、武田がそれとも振り切ったんでしょうか。わずかに7番手中川伸びた感じもしながらどうでしょうか。4番手平原まくって三角まった3番中川誠一郎、これはアジアナンバーワンのスピードですか、どうでしょうか。これは好勝負、中川武田まさしく横並び、6番松岡が3着通過か、あるいは5番の平原か、1着争いが3番1番、3着争いが6番5番、1着3着はともに接戦です。投票権は大切にお持ちください。12レースは優秀戦ひどとり賞でした。センターから2コーナー向かっています。さあまずはゆっくりと筒井優也が、一旦はどうやら武田豊樹を押されるんでしょうか。残り1週間打賞でゆっくりと2番筒井優也を抑えています。前を取ったのが松山林の愛知の2人、そのラインをアウトコースから筒井優也と村上弘之、筒井足の3名が抑え、4番山口が乗り換えます。下げる松山と林は中段上から叩きました。さあどうやら準決勝を逃げるんでしょうか。武田豊樹が一旦叩いてペースを断ち、そして80番手からかましていきました。松山圭介、林直人、愛知の2人がかましていきます。それに切り替えそうな武田豊樹はここは3番手スイッチ、斉藤としても武田健介、本線は3番手から5番手、そして筒井が6番手、村上が7番手、胃を作った5番の筒井足は作っている、バックを通過、かまし先行松山圭介、同県林の音、さあ3番手差を詰める武田豊樹、追走斉藤としのぶ、そして8番武田健介、中尾5番の筒井足、3番手から武田豊樹が伸びていきますが、3番林の音、武田豊樹と林の音両名です。松山のかまし乗った林絶好でしたが、切り替えた武田がさすがに3番手から伸びたんでしょうか。準決勝3つ目になります。いいタイミングかましました松山、乗った林は絶好でしたが、3番手差を詰めたのがさすがに王者の武田豊樹、1番3番そして7番斉藤としのぶが3着通過でしょうか。どうやら1番3番7番で入ったんでしょうか。なおこの着順はまだ決定ではありませんので、審判構想までお待ちください。インコースの平原浩太、武田豊樹をまずは抑えました。浅井浩太が一旦抑えます。さあ平原の方が下げてゆっくりとアウトコースから山川が上げるんでしょうか。まず前を切ったのが浅井浩太、ゆっくりと6番山川も上げていますが、平原浩太は7番手下げています。ペースは落ちていきます。浅井がかけるのか、あるいは中段から山川がかけるのか、平原が7番手、2センター第4コーナー、さあ後方を警戒しながら浅井浩太がかけそうです。浅井浩太のところは平原浩太がかましていきました。それを見ました浅井浩太がかけるのか、平原浩太が外から叩きます。三重の二人、浅井浩太と坂口光成、それを叩きました。関東2トップが叩きました。平原浩太がやはり風を切りまして、武田豊樹は番手、3番手は斉藤としてラインが出ました。三重の二人は浅井浩太と坂口光成、6番山川里は現在6番手アウト、
3コーナーから2センター、先行は坂平原幸太です。坂を切っているのが武田豊樹、そして9番は斉藤とちょぶ、4番手から渾身の追い込み、2番は浅井幸太、さあ番手から武田豊樹と追い出した武田豊樹、平原幸太、斉藤としのぶ、ラインで決まっています。紀ノ国杯、これが3回目の優勝は武田豊樹、平原が欲で割り、水槽斉藤が3着通過でしょうか。浅井は4番で届きませんでした。逃げたのが7番平原幸太、差を詰めた1番武田豊樹、そして平原粘りまして9番斉藤、1番7番9番紀ノ国杯の決勝戦です。なおこの実況はまだ決定ではありませんので、審判放送までお待ちください。11レースは紀ノ国杯決勝戦でした。まず千葉勢が前に来ています。残り2周です。そして今度は中部勢動いて、2番の柴崎、4番の北野、そして人気の関東勢も上がってきました。1番武田豊樹、ライン3者は5番の神山、8番の岡田が続いていきます。まもなく打勝です。さあここで関東勢前に出ましたが、6番の大西優も上がっていくのか。今度は四国勢来て、6番の大西、9番の橋本剛、最終主導権は四国勢が取っていくようです。そして後位3番手からは人気の関東勢です。1番武田は今3番手回り、最終周回です。後方からは2番の柴崎、さらに後ろからが7番の岩本です。さあ3番手からまくっていくのは1番の武田豊樹ですが、先行6番の大西をまくりきっていった関東勢、最終3コーナー前変わってきまして、1番の武田豊樹、番手追走は5番の神山雄一郎、その後8番の岡田誠也、3番手関東勢直線、最後は5番の神山差し込んでゴール、神山と武田並んでゴール。残り2周を切ります。この12レースラインができたのは3つ、あとは短期が2人というメンバー構成ですが、さあ動いてきたのは2番の村上義弘、そして北海道勢は地元3番の菊池、8番の明田も上がってきています。1番武田はどうしますか。今度は7番の石井修司も動いて今打勝です。12レースの S 級優秀戦友江賞、さあ九州勢動いてきました。5番の北鶴翼、6番の服部がつけて、その後ろからは3番の菊池慶翔、今2番の村上が中段、あとは1番の武田は内に詰まっていますが、最終周回です。逃げていくのは九州勢、5番の北鶴、6番の服部がその番手、あとは3番の菊池慶翔、まくっていくのは7番の石井修司、中段からは2番の村上と1番武田が回っていますが、最終3コーナーまくっていくのは6番の番手が服部勝久、その後からは2番の村上吉弘も急接近です。直線越し、先頭は勝6番の服部先頭、さらに2番の村上突っ込んで5位、村上吉弘、最後は追い込んできました京都の村上。残りは2周です。3番高橋まず動いていきましたが、しかし8番の山田が踏んできました。6番谷口も来ましたが、ここは一旦前に出て中部近畿、谷口良平と2番の稲川翔、そして今度はどうでしょうか、9番の石井修司も追い上げてきまして、3番手以降今並走になりました。8番山田が内に閉じ込められまして、並走からこじ開けていくのか。8番山田、9番石井も抵抗して後位回っていくのは1番武田豊樹、最終周回です。逃げていくのは6番の谷口良平、ここをまくり上げていくのは3番高橋陽介ですが、前は中部近畿勢、後位からは8番山田がまくっていく、番手からは2番稲川翔、最終バックを過ぎて先頭を変わって2番の稲川、追っていくのが1番武田豊樹、8番山田もこらえていまして、その後からは4番の明田も突っ込んでくるが、直線コース前は2番の稲川翔、先頭を追ってくるのは1番武田ですが、先頭は稲川を振り切ったが1番武田豊樹、8番下は山田義彦。残り2周を切っていきます。8番の山田が後ろを気にしています。山田義彦、その後ろ2人が人気になっています。武田と菊池ですが、3番の村上が上がってきました。さあ近畿勢、村上義弘が来まして、8番の山田義彦に応戦していきます。今打勝、今年最後のジャンがなっています。北海道の函館記念競輪の決勝、五稜郭杯もがき合いますが、ここは突っ張って
8番山田が先行、さあ村上もこらえていますが、さあまくっていくのは5番の岩津祐介、岩津も発進です。最終1コーナーから2コーナーまくり切ったのは5番の岩津祐介、そこに切り替えていくのは1番武田豊樹、その後は2番の菊池敬翔、こう今あって最終バック、さあまくり1番武田先頭、その後を追っているのは2番の菊池敬翔です。最終3コーナーから4コーナー前は人気のコンビ、1番の武田豊樹が先頭を追って2番の菊池敬翔、さあ直線コース、武田先頭だ、粘って粘ってここから振り切って優勝ゴール、優勝は武田豊樹。